テルのシニアの暇つぶし大学へようこそ。これ久しぶりに撮るんですけども、ブログはね、もう6本か7本か書いたんですけど、YouTube はなかなかね、アクセスが増えないんで。で、ブログはね、結構、アクセスがいいんですよね。積み重ねができてるんでね。ところがこのね、YouTube はね、積み重ねしてもね、相互の連絡っていうかね、一覧性がないでしょ。難しいですね。なんかこう、皆さん炎上するような、炎上したタイトルをやるとですね、今度はその中では上に行かないんで、なかなか大変。これは難しいですね。ブログから YouTube、だからブログに YouTube のを埋め込んじゃった方がいいような気がしますね。まあそれはともかく、今日はですね、7本ぐらい作ったうちの一つですね、5分で理解、在宅でできるお金持ちの副業と貧乏人の副業ということでね、お送りいたしますと。まあコロナでね、今いつ終わるか知れない。ということで、なんか2024年、あと3年は続くっていうんですね。で、変異株って毎年変わるらしくてですね。で、今回の変異株はですね、今までのやつは弱毒性だったんだけど、意外が上がるでしょ、こういうコロナに意外がついてるでしょ。あれがね、粘つくらしいんですよ、今回。だから、ちょっとでもですね、くっつくとですね、鼻とか喉とか手とかね、するともう、ぐっとこう入ってくるから、広がりが早いし、ちょっと前よりは毒が強いと、こういうことらしいんですけどね。今このせいでですよ、仕事が突然なくなった居酒屋さんとか飲み屋さん、そこで働いてる方々ね。ですからこれ一つの仕事では安心できないっていうのが今日この頃で、まあ弁当をね、売ったりとか持ち帰りにすることで接触がなるべく少なくて、かつウーバーイーツとかね、そういうところで配達のね仕事についてる方もいるということで、まあ、副業はねやってた方がいいですよね。でもいろいろ副業って言ってもあるんで、まあお金持ちのやる副業と貧乏な人のやる副業ということで解説したいと思います。で、まあ簡単に言うと、お金持ちの副業は積み上がっていく副業ですね。ブログ、YouTube なんかそうですけども。で、貧乏人の副業は積み上がらない副業です。ということで、積み上がる副業ってのは、一度作業すると手離しても稼いでくれる副業。貧乏人の副業は作業しても稼いでも積み上がらないということでね。初めから稼ぎに行かないといけない副業ですね。お金持ちの副業は時給がこうだんだん上がっていくような副業ですかね。で、技能が蓄積していく副業。貧乏人の副業は時給がいつも同じ単純作業ということでね。具体的に挙げますと、金持ちの副業は、まあ、ここにこうね、ツイッターでこう述べたようですね。これで、これ一個一個説明しますと、まあ、一つは転売ですね。これがよく言われるのはですね、メルカリとヤフーで仕入れて、アマゾン FBA で売ると。で、私もアマゾンで結構買い物しますけども、アマゾン FBA で買う人って、アマゾンプライムに入ってて、すぐ欲しい人とか、お金持ちってそんないろいろ調べて安いものを買わないんですよね。もう本当貧乏な人ってどうしても、スーパー行ってどこ行っても、時間は余ってるんで、あちこち回ってですね、10円20円をね、こう、節約しようとするんですけど、お金持ちはね、その10分20分あったら、100万も200万も稼いじゃう人は、あんまりそこで節約する必要ないんで、ね、アマゾンに頼んじゃった。で、アマゾンだと、包装もきちっとしてるし、なんかあったらね、私も中国のへんてこなものを買った時はすぐ、返却してくれましたよね。ただまあ、損害賠償まではしてくれなかったですけど、そういう点はいいですよね。で、メルカリとかね、ヤフオクでね、は安く売ってるんで、それを買って、電脳でね、スマホかなんかでピッピッと、
Amazon FBA に送り込むだけで稼げるっていうことがよく言われてますね。これでもやってみないと分からないんでね、ぜひやって、私も見たいとは思ってますけど、あとウェブデザインですね。ウェブはまあ私もこれウェブやってますけど、これをまあ綺麗にね、あの桑沢デザイン学校とかね、そういうようなところでね、かっこよくデザインするっていう、これはものによっては高く売れますからね。それからあと動画編集ですね。これも結構動画編集大変ですんで、まあ、うんと稼いでる人はね、もう動画編集任しちゃおうなんてね、いうことになるんで。それから動画のディレクターですね。これはいっぱいそういう仕事を取ってきて、傘下の人たちに仕事を振って、その差額を設けていくということですね。からあとコピーライティングですね。これはかなり優秀な人はね、結構高く取れるということでね。例えば楽天のこういうものがありますけど、商品がありますけど、その下にこう長く、説明文があるんですが、あれなんかコピーライターが書いてるらしくてね、やっぱり売れるものはいい、多少お金払ってでもっていう風な世界だそうですよ。からプログラミングですね。これはひろゆきが言ってますね。これさえできればまあなんとか食っていけるよということでね。それからアフィリエイトですね。これ私もやってますけど。まあ、アフィリエイトもどうでしょうか。アドセンスは結構うまくいくし、楽天アフィリエイトはそこそこ時々売れますけど、今、アマゾンアフィリエイトは難しいですね。それから、普通の A8 のアフィリエイトは難しいですね。もう売れたことないですね、A8 はね。からクラウドファンディングってね、これがなんか今流行ってて、商品を仕入れる前にお金を集めて、それでお金が集まったら 100% 集まったら、仕入れると。だから金がある状態で仕入れられるんで、で、何でしたっけ、申し込んでくれた人に配ればいいんで、それで利益も得て、これは非常にいいアイデアですよね。これはやるべきだと思いますけどね。でね、以上の金持ちの副業はね、準備するのにカメラ、パソコン、機器類が必要でしょう。まあ結構いいものを用意しないとね、いい音が取れませんし、いい画質が取れませんし、からノウハウを知るときには勉強と訓練が必要なんで、これ貧乏な人はこれやらないですよね。で、簡単にできないんで、参入がまあその、多くなくて、参入してもほとんど 95% の人は継続できないんで、やめていくんで価値があると、よって稼げると、こういうことですね。それから貧乏人の副業、これは私もよくやりましたけど、アルバイトですね。私も倉庫のアルバイト、冷蔵庫を作るアルバイト、あと何だったかな、あとね、船に布団を運ぶアルバイト、倉庫言いましたね。あとはプールとか、テニスコートの監視人のアルバイト、あとクラウドソーシングですかね。これ私はね、実際雇うないんですよね、これね。だけどこれはかつ、まあ、一文字1円かな、そんなことないか、そんな高くないかな、すごい安いんですよこれね。スキリシェアって、これは私もね、イメージが今一つ分かんないんですけども、その腕をね、手に職の腕を安く提供するってことですかね。からジョガフリエイト、これは1回だけですよね。私もこれで10万円ぐらい稼ぎましたけども、それから労働力売るだけって言うと、ウーバーイーツなんかそうですよね。それから貧乏人の副業は簡単に誰でもできるんで、参入が多く時給が上がらないと。これはまあ競争がね、時給ですから、これ株も時給ですけども、まあそんなことですかね。まあそんなことで、6本作ったうちの一つですね。で、私は留学してたんでね、英語の習得法、これクリックで、これね、パソコンなんですね、これ。スマホがほとんどなんで、スマホだとね、こういうふうに出ないんですよね。この辺になんか、3本バーが出て、クリックするとこれが出てくるんですけど、でちょっとね、これ、スマホ用には、ここにこう並べんじゃなくて、もう、他のブログっていうことで1ページこう作った方がいいかもしれないね。それで、それは必ず説明欄に入れるとかね、そういうふうにしないとダメかもしれないんで、それはちょっとやろうかなと思ってます。
ということで、今日は5分で理解在宅でできるお金持ちの副業と貧乏人の副業というのをお送りいたしました。内容が良ければいいねとチャンネル登録していただきますとまた作っていきますので、どうぞよろしくどうぞ。